東京競馬場第6レース、3歳未勝利、ダート1400m 戦16頭の出走です。夏の強い日差しが照りつけるようになりました東京競馬場。ダートコース、向こう上面白く乾いた砂を踏みしめてゲートへと各馬向かっています。芝ダートとも両、今は風は緩やか、明るい日差しを受けつつ向こう正面各馬のゲートインはあと1頭まで来ました。16番のスマートローラが向かうところ、歩を進めて16番ゲートに収まりました。ゲートイン完了です。スタートしました。1頭13番ミュークカルムが後ろからになりました。大きく後方になっています。先行争いは広がっていますが、まず7番コラエテーナと8番のモイスチャー、青い帽子2つが出ていきました。3番手集団からは12番ダイナマイトレディ、15番サイタブラウン、センダンス乙女、馬群の中に10番東海フィエロ、3番ソレア、固まって進んでいきます。この1馬身2馬身後ろからは14番のスクリプタムが追走、16番スマートローラが行って、3コーナーカーブ、6番クリノアルバトロス、1番ユーカリプタスもこの馬群の中で固まっています。3、4コーナー中間2馬身後ろからは2番のグレートキングベア、9番ワンダーブレスが追走して3、4コーナー中間に向かいます。その後ろ3馬身ぐらい空きました11番サンセットベリー、その内からは5番のデルマ引き落としが行って4コーナーのカーブへ、あと後方2頭が4番フジマサグッド、13番ミュークカルムです。前は4コーナーカーブ、コラエテーナ、モイスチャー並んで4コーナーから直線、2頭の外に持ち出して12番ダイナマイトレリー、内目馬群の中には3番のソレア、残り400を切りました。馬群の中さばいて追い込んでくる10番の東海フィエロ、外目からはサイタブラウン、大外に持ち出して6番クリノアルバトロスが伸びてくる、先頭ここで抜け出る8番モイスチャー、リード1馬身200を切ったところですが、外から6番クリノアルバトロス、後方から9番のワンダーブレスも追い込んできている、先頭6番のクリノアルバトロス、外から9番のワンダーブレスが追ってくるが、先頭クリノアルバトロスを押し切ったゴール。2番手9番ワンダーブレスを追い込んで、この3馬身くらい後ろ10番東海フィエロ3着です。ババの真ん中中段から差し切り決めました6番クリノアルバトロス、松岡正美騎手。後方よりから9番ワンダーブレス、こちらもいい足で追い込んだんですが、この追撃は2番手まで、馬群の中で足をためる形、中段からさばいて刺してきた10番東海フィエロ、その後3着でした。勝ちタイム1分25秒1、上がりタイムゴールまでの 800m は49秒4、 600m は37秒1です。先んじて抜け出た6番クリノアルバトロス、体半分ぐらいまでリードが詰まりましたが押し切っています。伊藤新一厩舎に松岡正美騎手のコンビ、9番ワンダーブレスは差し足の目立っていたんですが2着、この後ろ10番東海フィエロやや間が空いての3着、8番モイスチャー、5着争いのところにサイタブラウンとグレートキングベアでしたが5着まですんなり出ています。東京6レース1着は6番クリノアルバトロス、アスカクリチャン3区デビュー7戦目勝ち上がり、2着に9番ワンダーブレス、3着は10番東海フィエロ、4着は8番モイスチャー、5着15番サイタブラウンという順番です。確定まではもうしばらくお待ちください。東京6レース勝ちましたのは6番のクリノアルバトロス、東京で2着3着としていたこの馬ですけれども今日は勝利を挙げました。2着3着は5枠の2頭です。9番のワンダーブレスは人気ありませんでしたね。3着には10番の東海フィエロ、2番人気11番人気3番人気です。単勝6番 4.2倍、枠連3号 10.7倍、馬連6番9番 185.1倍、馬単6番9番 283.9倍、三連複6番9番10番 215.1倍、三連単6番9番10番 1409.0 倍です。確定までお待ちください。